県伊丹市出身の元プロ野球選手、宇藤右内。高徳学園高校時代は、投手としても、時速140キロメートル以上の直球を投げ、注目された。2002年春の第74回選抜高等学校野球大会では、遊劇手として出場し、大谷智久らと共に、全国制覇に貢献。 春夏連続出場となった第84回全国高等学校野球選手権大会では浦和学院に初戦敗退も自身は砂が秀樹から初回戦闘打者本塁打を放った高校通算21本塁打の大型内野手としての高いセンスをプロから評価され2002年度ドラフト会議にて日本ハムファイターズから一巡目指名を受けて入団 入団以来2007年まで一軍出場はなかったが、二軍では毎年ほぼ全試合で起用されており、毎年打撃成績を伸ばしていた。2006年は打率275本塁打7、2007年は打率314本塁打5を記録した。その一方で守備には難があり、二軍では遊撃手。 三塁子を中心に内野のすべてのポジションで起用されているが、2005年には19失策、2006年は15失策、2007年は15失策を犯している。2008年の春季キャンプでは保守のポジションに挑戦することになったが、シーズンが始まって一軍に怪我人、不審の選手が続出したことにより、内野手として初の一軍昇格を果たした。 2009年以降は保守として登録されている。私生活では2006年12月24日に結婚。2007年10月に長女が誕生。2014年10月21日に球団より戦力外通告を受けた。その後、現役を引退。GG 佐藤の父親が社長を務める株式会社トラバースに入社し、会社員として勤務。 同社の軟式野球部にも所属してプレーしていたが、後に退社している。ありがとうございます。